ます。小西洋之君。立憲社民の小西洋之でございます。まずコロナ対策から伺います。今、パネルでお示ししました、特措法の付帯決議でございます。第3波の反省を踏まえて、今度こそ感染拡大を抑止し、そしてもし感染拡大が起きたときにも、国民の命、そして経済を守る医療等の体制を作る、そしてそのための国の基本方針を示して、県に計画的な取り組みをやっていただく、コロナにだけ実は体制作りの法律はございません。厚労省が出す事務連絡だけで行っていました。菅総理、この特措法の付帯決議に基づいて、今度こそ国民と経済を守る、国の基本方針を作る、そうした決意をお願いいたします。菅内閣総理大臣。まず政府としては、宣言解除後も感染拡大を阻止するとともに、次の感染拡大時に備えた対策として、5本の柱となる総合的な対策を実施していきたいというふうに思います。このうち医療提供体制の強化については、各都道府県で今回のような感染の急拡大に対応できるよう、コロナ病床、後方支援医療機関、宿泊療養施設などの役割分担し、感染者を効果的に療養できる体制を構築するものであります。今後、付帯決議の趣旨も踏まえつつ、再度の感染拡大を防止、重症者や死亡者の発生を可能な限り抑えるために、後者対策の考え方について、厚生労働省の方から、早急に都道府県に示すとともに、緊密に連携して取り組んでまいりたいと思います。もし詳細であれば、担当大臣から答弁いたします。小西洋之君。内閣総理大臣から、国民を守るための、この医療等の体制構築のための国の基本方針を、この付帯決議の趣旨を踏まえと明確におっしゃっていただいて、早急に出すとおっしゃっていただきました。テレビをご覧の皆さん、これ、日本の今の社会の中で最重要の政策です。実は緊急事態を解除しますから、どうやって検査を体制を作るか、保健所の体制を作り直すか、医療を再構築するか、本当はもう国の基本方針がないといけないんです。それがまだないんです。これを早急に出すということでございますので、これまさに国家戦略ですから、この出来不出来で国民の皆さんの幸せと日本の社会の育成が決まると、これをしっかりとこの我々野党もこれ監督をしてまいりますので、国民の皆様の注視をお願いをしたいと思います。では次の話題、テーマでございます。東北新社のこの接待の問題について質問をさせていただきます。私はかつて2009年から2010年に、まさに総務省で衛星放送を担当する課長補佐として働いておりました。約37件、11人に及ぶ処分、一番下のランクは課長補佐の方が処分されたんですけれども、まさに私の後輩に当たる方でございます。しかし、この菅総理の長男が参加した違法な接待、これを見ていると、東北新社、誠に戦略的に行っていることが読み取れるわけでございます。つまりどういうことかといいますと、このパネルの図をご覧いただきたいんですが、課長補佐を接待しているのは、東北新社の取締役、あるいは子会社の社長、これもお名前が出てるので申し上げますが、三上さんと木田さんという方です。で、実は私もこういう、この方々と仕事を一緒にさせていただいておりました。東北新社の役員の方々は、課長補佐がお相手をさせていただく方々でございます。しかし、この東北新社の役員の方々に、本社部長、すなわち菅総理の長男が加わると、一気に局長や事務次官級、まあ、課長補佐からに対して30年近くですね、年次が上の総務省の最高幹部に会えてしまう、普通は会うことはできません。しかし、菅総理の長男が加わると、会うことができるというわけでございます。で、なぜこんなことが起きてしまうのか、一体菅総理の長男がこの接待の中でどういう役割を果たしていたのか、まあ、これについて、東北新社の社長が国会にお越しになり、そして総務省も東北新社に対して聞き取りをして国会で答弁をしております。これは総務省の聞き取りの答弁ですけれども、菅総理の長男がこの総務省の最高幹部のこの接待の場にですね、出席をしていた、実は最高幹部の接待の8割ぐらいに出席をしていて、で、課長補佐やいわゆるランクの低い課長のところには、総理の長男は出てきていない、出てこないんですけれども、なんでそんな偏りがあるかというと、東北新社の説明は、菅氏の長男ですね、将来有望な若者であり、各界のさまざまな方に会わせるために同席させていると、
まあ、そういう説明だったということでございます。昨日通告をさせていただいておりますけれども、菅総理、長男の方に確認を求めております。菅総理が長男の方に確認をしていただいているはずでございます。長男の方は一体何のためにこの接待に参加をしていたんでしょうか。またそこで一体何の役割を果たしていたんでしょうか。またその長男の方は将来有望な若者であるので、普通の方は会えない総務省の最高幹部に会える、自分はそういう待遇を受けて当たり前であった、そのように考えていたんでしょうか。長男の方の見解および総理の見解を答弁をお願いいたします。菅内閣総理大臣。現在総務省において第三者からなる検証委員会が検証を行っているところだというふうに承知しています。そうした中で行政府の長である私が長男から聞き取りを行い、ここでその内容を答弁することは避けるべきだと思います。小西洋之君。私の前回のですね、前々回の予算委員会のこの質疑において、菅総理はこの総務省の幹部の皆さん、官僚の皆さんが処分された後にですね、長男の方と電話をして、で長男の方が総理、菅総理に対して申し訳ないことをしましたと、そういう発言があったということをおっしゃいました。私は昨日、明確に文書で通告をしております。菅総理の責任において、自分の息子がこういうことをして申し訳なかったというふうに何度か国会で答弁されておりますので、将来有望な若者であるので、総務省の最高幹部に会うようにした、そうした東北新社の見解、それは菅総理および長男の方がどのようにお考えなのか、もう一度答弁してください。菅内閣総理大臣。総務省において、第三者から検証委員会が検証を行っていることは承知しています。行政府の長である私が長男から聞き取りを行い、ここでその内容を答弁さなるならば、検証の公正さまで疑念を生じさせる路線があるため、そのようなことは避けるべきだと思います。小西洋之君。ご自分で政治責任を持ってですね、本件の真相について、国民と国会に説明をするということを、拒否されているわけでございますけれども、国民の皆さん、常識でご判断になると思います。総理の息子、当時官房長官ですけれども、かつて総務大臣を務め、官房長官、戦後最長ですね、とお務めになり、そして総理になられた政治家の息子さんから、接待を仕掛けられてですね、あるいはその会社の方々と、総務省の官僚は断る選択肢はなかったんだと思います。私もかつて課長補佐をしておりましたけれども、もし自分がその目にあったら、断ることができたか、普通、上司に相談するんですね。しかし相談する先の上司が違法接待で絡め取られていますから、もうどうしようもないと、本当に苦しい状況だったというふうに官僚の皆さんに対して思うところでございます。では、こうした違法接待によって、一番大きな問題は、放送行政が歪められてしまっていたという、この事実について追及をさせていただきます。すなわち、東北新社が放送法の外資規制を超えている違法行為を犯していたという問題でございます。この放送法の外資規制でございますけれども、一言で言えば、国民の貴重な電波、そして国民が最も身近な言論報道、あるいはその文化のサービスである放送が外国勢力に乗っ取られないようにする、放送の中身が外国勢力によって支配されないようにする、そのために外国勢力が持つ株は 20% を超えてはならない、放送法の中で最も重要で、そして最も有名な誰でも知っている規制でございます。しかし、東北新社は2017年の1月に BS 放送の大臣認定を受けた、その前からこの外資規制に違反し、そして受けた後もずっと違反を続けていたということでございます。そしてさらに、この問題が許されない、さらなる違法行為の上塗りなんでございますけれども、2017年の7月の28日に、東北新社は1月に得たこの BS のこの免許、それに関連のこのチャンネルの免許を合わせてですね、4つの、分かりやすいと大きな放送局を東北新社として作ろうとして、その発表をしたわけでございます。これは大臣認可を伴います。大臣認可を9月の17日頃に得ると、当然、事前に総務省と調整しているわけですけれども、発表したと。ところが、そこからわずか半月余りですね、8月の16日に、その計画をやめたという発表をいたします。東北新社に他の3つのチャンネルを集めて、東北新社の BS チャンネル、4つの放送局を作るのではなくて、親会社の下に子会社を作って、そこに4つのチャンネルを全部集める、でこれも大臣認可を伴うんですけれども、
そうしたプランにするということを突如発表しているわけでございます。そしてこの3月の15日、16日、国会にお越しになった東北新社の中島社長が、まさにこの期間ですね、7月28日から8月16日の間の8月の9日に総務省のに来て、この外資規制違反に気づいた、8月4日に外資規制違反に気づいたので、子会社を作って、東北新社の社長のお言葉によればですね、違法状態を正常化、違法状態を治癒ともおっしゃってますけれども、ただ当然正常化されません、単なる脱法行為なんですが、そうした脱法行為を何かなんとかできないかという相談をしているわけでございます。で、これについて、東北新社から新たな証言がですね、総務省が聞き取っておりますので、まずその事実関係、確認をさせていただきます。総務省、よろしいですか。この8月の9日、東北新社の役員の木田氏は、当時の総務省の放送部局の総務課長、鈴木総務課長にどこの場所で会っていたでしょうか。場所だけで結構ですので、端的にお願いします。総務省、吉田博史官房総括審議官。ちょっと急いでもらえます。東北新社に確認したところ、総務課長と総務課長室であったという回答でございました。ただ、当時の総務課長に確認したところ、そのような話を聞いた、記憶はないということでございます。はい、小西洋之君。分かりました。では重ねて、その木田氏が8月9日、総務課長室で鈴木総務課長と会って、外資規制を超えている子会社を作りたいという相談をしたときに、総務課長はどういう反応であったというふうに木田氏は述べていますか、東北新社は述べていますか。吉田博史情報流通行政局長、そうだ、これいつの持ってきた。東北新社側に確認したところ、改めて木田に確認しましたが、鈴木総務課長から特に否定的な反応はなかったとのことです。後日において外資規制に関し、特大の相談をしたというものは、現時点では確認できておりませんとの回答がありました。また先日、中島社長は何も別にご反応はされなくてと答弁されていると承知しております。当時の総務課長に確認をしたところ、外資規制に抵触する可能性がある旨の報告等を受けた事実に関する記憶はないとのことでございました。小西洋之君。はい、総務課長は、その脱法プランについて否定的な反応はなかったということでございます。で、じゃあなぜ、この総務課長というのはですね、私もかつていた、まさに職場そのものなんですが、放送の、各課の中で一番偉い課長なんですね、総務課長。総務課長審議官、そして当時の山田真紀子局長という、局の最高幹部でございます。じゃあなぜ、東北新社の役員、木田氏がいきなり総務課長のところに飛び込んだかというと、事前に当時の井端衛星地域放送課長、担当課長に電話をしたんだけれども、夏季休暇中であったということというふうにおっしゃっていました。8月9日の事前にですね、井端当時の衛星放送課長に、木田氏はどのような手段、電話でというふうに聞いてますけれども、何日に電話をした、そういうような確認をしていますでしょうか。総務省、お願いいたします。吉田情報流通行政局長。東北新社側に確認したところ、8月7日に井端課長に電話をしたとのことです。との回答がありました。この点、8月7日は井端は出勤しており、先日、東北新社の中島社長が、その日は井端課長が休暇中であったと答弁した点と矛盾していると考えております。小西洋之君。木田氏が井端課長に8月7日に電話をしたという、その東北新社の証言、木田氏の証言、国会で初めて紹介されたものでございます。じゃあ、今、局長が答弁されてですね、総務省、よろしいですか。井端衛星地域放送課長は、8月の7日から10日の間、出勤をしていたということを総務省は答弁しているんですが、じゃあ、その8月7日から10日の4日間、井端衛星地域放送課長がどのような仕事、業務を現に行っていたのか、かつ職場にいるわけですから、私も経験あるんですが、メールの跡が残ったり、あるいは文書、日付の文書が残ったり、いろんな痕跡が、物的証拠が残っているはずなんですが、井端衛星地域放送課長はどのような業務をしていたか、かつそれを称する物的な根拠について、どのような答弁説明をしているでしょうか。吉田博史情報流通行政局長。時間がないに聞いたことがある。
まず、井端の出勤についてでございますが、出勤簿に加えて、休暇簿も確認したところ、8月7日から10日は休暇を取っていないことを確認しております。で、本人に確認したところ、3年半以上前のことであり、その間に2回人事異動をしていることもあって、今おっしゃったメールの履歴は残っていないとのことでございました。他方、役所で、現に勤務していたことを示すものとして、本人が8月8日および9日に電子決済をした記録は、残っております。また、本人に確認したところ、8月7日に交換した旨を手書きで書き込んだ名刺が複数枚あるとのことでございます。小西博之君、昨晩は実際に働いた痕跡は全くないという報告を受けていたんですが、一生懸命今日探されたということでしょうか。もう簡潔に時間がないので、じゃあ、井端担当課長ですね、夏季休暇を取っていたのは何日から何日までですか。もうそれだけ答えてください。時間がない。吉田博史情報流通行政局長。休暇簿によりますと、8月14日月曜から8月17日木曜に休暇を取っています。小西博之君。実はですね、この木田氏がですね、8月の9日に総務課長に外資規制を超えている相談をしたということで、事前に井端氏に電話をしたんだけれども、8月7日に電話したって言ってますので、その時井端氏が夏季休暇でいなかったから総務課長のところに行ったというふうに木田氏は言ってる、それに対して総務省は、いや、職場にいたはずだって言ってるんですが、これ、実は本件全体の中から言うと、大した大きな問題ではないんですが、今、総務省から確認したような事実関係からすると、これ、私のかつての行政官の経験ですが、会社の不信がかかるような大問題、放送法違反を起こしていることが発覚をしていると、で、その相談に急いで行って対応しなければいけないと、でそうしたときに肝心の担当になる、頼りになる担当課長が、8月の14日、これ月曜日なんですけど、その前はお盆休みなんですね、お盆が始まる時期ですけれども、14から15から17で、このパネルですね、まさに8月の16日に、この脱法の子会社作りを発表しているんですね。16日は先ほどの話だったら、井端担当課長はまだ夏休みなわけでございます。そうすると、急いでことを起こさなければいけないので、最高責任者の地位にもある総務課長のところに相談に行ったと、井端さんからは、これは私の全く推測です、いや、自分は週明けは夏休みなので、そういう話であれば、どのみち総務課長、あるいは局長まで上げて相談する話だから、先に総務課長のところにっていうのは、かつて、役所に12年間いた感覚では当然でございます。で、ただ、今申し上げましたように、これはどっちがどうだというよりも、もっと圧倒的な事実で、この放送行政が曲げられていることが示されております。ということは、中島東北新社の社長が15日、16日、国会にて述べたことでございます。まさに放送法違反、外資規制違反を見つけてしまったので、このままでは東北新社が免許の取り消しを受けるので、子会社を作って、でそこで新しい放送局を作って、その大臣認可をこの10月13日に得る、自分たちはそういうことをしたというふうに繰り返し言っているわけでございます。では、この過程についてもう少し聞かさせていただきますけれども、総務省よろしいでしょうか。この7月28日から8月の16日に、この大臣認可ですね、東北新社にチャンネルを集める放送局を作ることから、子会社を新しく作って、そこに新しい放送局を作る、大臣認可の内容もスケジュールも大転換してるんですね。この28日、16日の東北新社のこの発表は、事前に当時の総務省局長まで上がっていたということでよろしいでしょうか。それだけ答えてください。吉田博史情報流通行政局長。お答えいたします。7月28日から8月16日にかけての、局長まで上がっていたかという点につきまして、当時の官房審議官、担当課長、担当補佐以下に確認をいたしました。で、7月28日、8月16日発表のいずれについても、以下のとおりでございます。まず担当のライン、つまり補佐以下によりまは、その発表内容については、局長まで発表前には情報が上がっていたであろうということでございました。また、官房審議官担当課長によれば、普通に考えれば発表までには聞いていたはずとのことでございました。
小西博之君、はい、では先生方、8ページをご覧いただきますが、今おっしゃられたですね、当時の情報流通行政局、山田局長、山田真紀夫局長が頂点、ナンバー2が審議官の方ですね、そしてそのナンバー3、今日ご指摘する、今、電波部長ですが、鈴木電波部長、当時の総務課長ですね、質問ですけど、よろしいですか、7月28日の東北新社の発表、そして8月16日の東北新社の発表、これ、180度中身が変わってるんですが、内容が変わってるんですが、なぜこういう内容を変えた地位の承継、大臣認可を求めるのかについて、誰からどのような説明を当時受けましたか。総務省、鈴木真也総合通信基盤局電波部長。お答え申し上げます。当時、具体的な発表について、ちょっと個々の件について覚えておりませんけれども、一般的にはそのような情報、発表当日までに、私にも話は入っていたと思いますが、ちょっと具体的には覚えておりません。小西博之君。では、その下のナンバー2のですね、方ですね、審議官の方。これは吉田局長が代わりに確認して答弁してください。このナンバー2の審議官の方も、当時、7月28日の発表、8月16日の発表、これ、大臣認可です。行政で最も重い声ですけど、180度違う内容になってるんですけど、なぜこのような違う内容にするのかについて、説明を誰から受けたか、記憶にないという理解でよろしいですか。吉田博史情報流通行政局長。当時の官房審議官に確認いたしましたところ、7月28日の発表、8月16日の発表につきまして、いずれについても、普通に考えれば当日までに情報としては入っているのではないかと思うが、本件については具体的には覚えていないとのことでございました。小西博之君。じゃあ吉田局長、局長であった山田真紀子局長はどうですか。当時180度変わる大臣認可の内容スケジュールについて、誰からどのような説明を受けたか、記憶があるでしょうか。吉田博史情報流通行政局長。当時の山田局長につきましては、入院中であると承知しており、確認しておりません。小西博之君。この問題の本日、菅総理に質問させていただきます。よろしいですか。実は総務省の皆さん、みんな記憶がないって言ってるわけですよ。大臣認可、行政で一番重い大臣認可が180度変わっているのに、それがなぜ変わったのか、誰からどういう説明を受けたか、幹部がみんな記憶がないって言ってるわけですよ。なんでこんなことが、なぜこんなことが起きるんでしょうか。実はですね、これ簡単なんですよ。総務省の官僚の皆さん、こんなことやったって、得なことは何もないわけですよ。唯一あるのは、先ほどお示ししました、菅総理の長男によって、参加する違法接待で絡め取られてしまって、そして東北新社。菅総理は2009年から600万円もの献金、分かっているだけで600万円もの献金を東北新社の創業者、そしてその奥さんの社長から受け続けている、そうした会社だから、そうした会社から頼まれたことだから、違法行為をごまかす、脱法のこの大臣認可というものを総務省の官僚の皆さんはやってしまった、だからこそ、その記憶がないしか今言えない、そのようにお考えになりませんか。菅内閣総理大臣。私がそれに答えることは控えるべきだと思います。ただ私自身の今、献金の話ありましたけれども、それはしっかりと法律に基づいて届けてるしているものですよ。そこはしっかり表にも出させていただいてます。それと、ご指摘の件について今、総務省で、今、総務省から、総務省の中で認定の取引手続きを進めていると聞いています。また総務省において、第三者による検証委員会が検証を行っていると承知しており、その中で総務省から外資規制法違反についての報告もされたと聞いています。引き続き総務省において、法令にのっとって必要な対応がなされるものと承知しております。小西博之君。実はですね、今、このまさに総務省の官僚の皆さんが絡め取られてやらされてしまった、この違法行為、脱法行為なんですが、現在進行形なんですね、そのことについて追及をさせていただきます。総務省、この東北新社ですね、東北新社メディアサービスというこの子会社ですね、チャンネルを集めた、そこにBS 放送の免許の取り消しをしましたが、その根拠、法的な根拠は何ですか、簡潔に答えてください。
吉田博史情報流通行政局長。取り消し手続きにつきましては、現在まだ進行中でございます。その上でお答え申し上げますと、本件につきましては、衛星基幹放送事業者としての認定に重大な瑕疵があったことから、職権による取り消しを行うことが適当と判断し、今般、認定の取り消しに向けて必要な手続きを進めていくこととしたものでございます。この取り消しは認定に瑕疵があることを前提としたものであるため、個別の法律の根拠というものは必要でないという点は、行政法の通説と理解しております。小西博之君。先生方、資料の4ページをご覧いただきたいんですけれども、今、局長が述べたこと、考え方は間違ってないんですね。行政の認可のですね、前提を欠くようなことがあった場合には、職権で取り消しができるというわけでございます。ただ、ここで常識的に考えて疑問が湧くわけですね。この東北新社メディアサービスですね、当時、4つのチャンネルを集める大臣認可を10月の13日に得ています。で、そのうちの1つは外資規制を超えていたので、今回、取り消しの手続きに今入っています。しかし、3つのチャンネルですね、まだサービス中なんです。違法行為を脱法するために作られた子会社、これは東北新社の中島社長もはっきりそのために作った子会社だというふうに国会で答弁しています。その子会社が残り3つのサービスを大臣認可を得てやり続けることに、法律上の正当性があるのか、私はその3つのチャンネル、豊かなサービスをなさっているんだろうと思います、そして視聴者保護もしなければいけない、しかし法治国家ですから、菅総理に忖度して、総務省が行うべき処分を行わないということはいけないわけでございますので、よろしいですか、吉田局長に伺いますけれども、この3つのですね、チャンネルなんですけれども、4ページのこの放送法の、認定の基準でございます。上から2つ目の、仮説の部分ですけれども、放送の健全な発達のために適切であること、その認定を行うことが、すなわち東北新社メディアサービスに、その3つのチャンネルの認定を、承継の認定を、大臣認可を行うことが、放送の健全な発達のために適切であること、これは適切なんでしょうか。吉田博史情報流通行政局長。2017年10月の東北新社メディアサービスへの承継の目的は、認可申請書によれば経営の合理化を図るためとされております。今月16日には東北新社の中島社長からも、経営合理化のためではあったとの答弁もあったものと承知しております。で、2017年10月に行いました放送法第98条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可については、承継先である東北新社メディアサービスの申請について審査をし、それぞれのチャンネルの業務にかかる、について認可の基準を満たしていると判断したものであり、CS 放送3チャンネルの地位承継は有効と考えております。小西博之君。今、局長がおっしゃっていただいた、先生方見ていただきたいんですけれども、認可の基準を3チャンネルが満たしているという答弁をしました。まさにその認可の基準がこの放送法の条文なんですね。放送の健全な発達のために適切である。外資規制という違法行為を脱法するために作られた子会社で、その子会社が行う放送サービス、それをしたいというふうに大臣認可を求めてきているわけです。しかもその社長は木田さんなんですね。この脱法行為の、言うと主犯のお一人なわけでございますけれども、局長、もう一度聞きますけれども、事実関係だけ答えてください。今回の東北新社メディアサービスの、取り消しにあたってですね、残りの3チャンネルの当時の大臣認可が、この放送の健全な発達のために適切である、そういう認可が行われたかどうか、それについて法的な検証を行いましたが、その事実関係だけを答えてください。吉田博史情報流通行政局長。当時は認定の申請に、承継の申請、認可の申請につきまして、審査基準に基づきまして、それを満たしていると判断したものでございます。今回、止めてください、今回、この検討したか、ちょっと止めてください。はい、吉田博史情報流通行政局長。当時そういう判断をしたことは特段現在態においても変更はないものと考えております。
小西博之君、今回法的な検討したかを聞いております。簡潔に答えてください。吉田博史情報流通行政局長。今回私どもが把握したのは、東北新社が2017年1月に受けていた認定について、重大な瑕疵があったということでございますので、その、重大な瑕疵について、判断をし、認定の取り消しに向けて必要な手続きを進めているということでございます。小西君、時間が来ておりますので、終わりますが、今回、この放送の健全な発達の観点からは、審査、法的な審査をしていないということでございました。私のその形成先輩の皆さんですが、一瞬でこうしてばれてしまうような、不正な行政をやっているわけです。菅総理の忖度、菅総理による、行政の私物化、それを妥当する決意を申し上げて、質問を終わります。以上で、小西博之君の質疑は終了いたしました。次に石橋通宏君の質疑を行います。石橋